激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。ジグナルイドゥナパルクへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇さんをお迎えしています。ブンデスリーガのこの一戦、ボルシア・ドルトムントがバイエルン・ミュンヘンと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。バイエルンミュンヘンもドイツのビッグクラブらしく、すごいメンバーを揃えるチームですね。ええ、自国の有力選手をベースに必要なタレントを海外から獲得します。うまく噛み合っていますよね。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。こちらがバイエルンミュンヘンの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。ドルトムント対バイエルンミュンヘンの試合がキックオフを迎えます。楽しみな試合ですね。ボールはそこへ、ボールはビセルへ、これはファールを取られました。イエローカードはありません。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。得点もあり得た場面でしたが、このボールはカットされました。今節の結果次第ではチームのヨーロッパリーグ進出が決まっ、ビッグチャンスだ。ジェイドン・サンチョ、ノイアーのセーブ、まだインプレーです。キーパーが飛びついた、鮮やかなセーブ。今のは入っていてもおかしくないですよね。ナイスセーブです。ボールはエリアへ、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。通った。あの選手が止めなければ入ってましたね。中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。どうだ、ディフェンスの選手がシュートブロック。中にクロスが入った。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。ゴールキックが直接相手ボールに、これはまずいぞ。入った、先制点。早くもスコアに動きがありました。キーパーがミスをしてしまい、そのまま得点されてしまいました。まあやってしまったものは仕方がありませんから、なんとか気持ちを切り替えて残りの試合時間しっかり集中してほしいですね。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。前半14分、先制点が生まれました。バイエルンミュンヘンのチャンスになりそうです。チャンスです。コスター、これはもらった。前半開始わずかですが、早くも同点ゴールが決まりました。激しい試合展開が続いていますし、この試合は見どころが多くなりそうです。2-1でしたからね。
そもそもこんな状況に陥ってしまったことが問題です。キーパーにこれを止めろというのは酷でしょう。ここでボールを失います。この一戦にタイトルの行方がかかっています。福西さん、まだ試合の序盤ですが、選手たちにはどういうプレーを期待していますか？こういった試合ではメンタル面が試されますから、普段通りにプレーしてもらいたいですね。クリアしてピンチをしのぎます。セルジュ・ニャブリ、あと旗が上がりました。これはオフサイド、厳しい判定です。パスをサイドに送ります。うまく読んだインターセプト。セルジュ・ニャブリ、1点リードにできるか。キーパーが弾いたボールがポストに当たります。ユリアン・ブラント、バイエルン、今日は簡単な相手ではありません。両者の力の差はほとんどなさそうです。おっと、裏へ出した、見事なセーブ、ピンチを救います。さて、レッドブルアレーナで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがライプツヒに生まれています。現在スコアは1対1、時間は29分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きについてお知らせしました。レバンドフスキー、サイドへパスを出します。バイエルンミュンヘンがボールを失いました。クリーンなタックル、ボールを奪いました。ロベルト・レバンドフスキー、見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。いいカットです。ボールを奪いました。セルジュ・ニャブリ、うまく振り切った、エリア内滑っていた。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。サイドにスペースがあります。ファーポストにいいクロス、キーパーが軽く抑えました。ドーグラス・コスタ、バイエルン・ミュンヘンのフリーキックになります。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。セルジュ・ニャブリ、何をしてくるのか。ここでミスはできません。ジェイドン・サンチョ、マークにつけていませんね。中にノーマークの選手がいる。決まった、ゴール、ドルトムント。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてこのボールをゴールに叩き込みました。ディフェンダーは中でフリーにさせすぎですね。キックオフです。バイエルンミュンヘンはとにかく攻めなくてはいけません。シュートです。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。さあ、後半です。バイエルンミュンヘンは追いつけるでしょうか。キミッヒ、ルイス・アルベルトに渡った。ドルトムントですが、あまりボールに触れていないようです。つまりリードしているので守備的になっているということでしょうね。清見でカウンターに出ればさらに追加点を挙げられるかもしれません。ここはインターセプト、しっかり予測していました。この選手ですが、前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。レバンドフスキー、
ユルキのセーブ、まだインプレーです。カウンターのチャンス、仕留められるか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。タックルが決まり、ボールはラインを割りました。ゲレイロのコーナー。このクリアは小さい。さて、プレゼロアレーナで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがブレーメンに生まれました。現在スコアは1対1、時間は55分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の試合経過をお伝えしました。サイドへ展開します。いいクロスが中に入った。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。試合はコーナーキックから再開されます。このコーナーは誰に蹴るか。よっ、止める、止めます。サイドコーナーです。中を狙うか。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。レオン・ゴレスカ、果たして待望のリードは奪えるのでしょうか。ここまで試合は同点で推移しています。福西さん、このシュートで追いつけるか。バイエルンミュンヘンの同点ゴール。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。さて、レッドブルアレーナで行われている試合に動きがあったようです。はい、2ゴール目がバイヤーレバークーゼンに生まれました。現在スコアは2対1、時間は67分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。ここはカウンターのチャンス。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。リスタートです。さあ、クロスか。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。ドグラス・コスタのコーナーで再開。このヘディングは惜しくも入りません。ポジショニングもタイミングも良かったんですが、ゴールの枠に阻まれましたね。パスをサイドに送ります。素晴らしいスルーパス。ホイッスル、ドルトムントボールです。先ほどのプレーに口頭で注意を与えています。審判に目をつけられたくないですね。決めれば勝ち越し。これ来た。大変な盛り上がりを見せているデア・クラシカーですが、ここでボルシア・ドルトムントがゴール。試合はボルシア・ドルトムントがリードしています。これは大きな1点ですね。バイエルン・ミュンヘンはここからどのように挽回していくのか注目です。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。ボールを運んでいます。バイエルンミュンヘンのフリーキックでゲームが再開されます。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意に留めましたね。ここはドリブルに入ります。あー、2点リード。
リードかという場面でしたがミスしてしまいました。1点差では安心とは言えないのでここは決めておきたかったですね。さてここでスタジオから情報が入ってきました。レッドブルアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールがライプツヒに生まれました。現在スコアは2対2、時間は80分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きをお知らせしました。ここはタックルでうまく対処しました。相手ボールのスローインです。トルガン・アザール、ドルトムントがボールを失いました。点差は1点差です。バイエルン・ミュンヘンとしてはとにかくまずは同点に追いついて試合を振り出しに戻したいと考えているでしょう。レバンドフスキー、しっかり見えています。入れば同点ですがゴールだ。キーパーがポジションを外していた。ゴール前がガラ空きでしたね。キーパーはどこに行っちゃったんでしょうか。別の角度からご覧ください。監督の表情も険しいですね。このゴールで追いつかれました。交代選手がピッチの脇に待機しています。試合は振り出しに戻りました。ゲーム終了間際のこの場面、どのような選択肢を選ぶのでしょうか。ドルトムント、キミヒ、チャルハノールに渡った。味方にパスを出します。スルーパス通るか。レロイ・サネ、ウルキが防いだもののプレーは続いています。ここで試合終了です。今節を終えてユーロリーグ出場を確定させることはできませんでした。福西さん、次節以降に持ち越しとなりましたね。今シーズンの戦いぶりを見る限り出場権を獲得できる可能性は十分にあると思います。